皆さんこんにちは、エビサレです。今日は実はもうひっそりと GA 済みの Windows サーバー2022についてやってみたいと思います。こちら、Windows のライフサイクル、サポートライフサイクルのページです。 Windows サーバー2022はスタートデートですねが2021年8月18日ということで、8月18日にもう GA してるということですね。メインストリームのエンドデートは2026年10月13日。エクステンデッド、まあ、拡張のサポートは、延長サポートか、まあ、2031年10月14日ということになっております。ということで、まあ、Windows サーバーのバージョンアップ、まあ、サポート切れてバージョンアップするっていうことを繰り返している組織も多いと思うんですが、もう最新は2022になってますので、そこは認識いただくのがよろしいかなと思います。新機能としては、まあいろいろとありますが、ものすごく大きな新機能っていうのはないかなという印象ではありますね。まあセキュリティ系の話があり、セキュア、コアサーバーですとかね。ただトランスポート層のところの暗号化みたいなところの、まあ新しいバージョンでとか、DNS オーバー HTTPS とかですね。SMB の暗号化の AES256 を使ってるやつがとかですね。まあそういうのがありますね。SMB オーバークイック。これはちょっと注目かもしれないですね。まあ、クイックプロトコル。TCP ではなく、UDP ベースで作られたなんか新しいプロトコルって感じですかね。私はまだちゃんとクイックプロトコル勉強してないんですが、まあ、クイックというプロトコルを使って、その上で SMB が動くということですね。で、TLS とかも有効になっているので、まあ、SMB、TLS とともにのオーバークイックを使うことで、ですね、Azure 上で実行されているエッジファイルサーバーからデータに安全かつ確実にアクセスできますということなので、まあ、ファイルサーバーをどうするか問題って結構あると思うんですが、そのファイルサーバーを Azure 上に置いて、インターネット上で生で VPN するとかですね、そういうのがなくて、普通にインターネット上に Windows サーバーがあって、そこでファイルサーバーが、SMB オーバークイックでそこにアクセスしてですね、ファイルサーバーアクセスしちゃうということもシナリオとして、メインのシナリオの一つになるみたいですね。なんでファイルサーバーどうするか問題で悩まれている方は Azure 上に Windows サーバー2020に立ててインターネット経由で直接 SMB でアクセスさせると、 SMB オーバークイックでアクセスさせるというようなことができますねと。 SMB 経由でファイルサーバーにアクセスするために VPN が不要となりましたということですね。これはちょっと注目かなとは思いますね。あとは Azure Arc 対応 Windows サーバーですとか、ドミンセンターの話、オートマネージの話、まあ、アプリケーションプラットフォームとしては Windows コンテナがイメージが最大 40% 削減されたとかですね、コンテナホストにドメイン参加させずにマネージドグループマネージドサービスアカウントを使って Azure Active Directory に依存するアプリケーションを実行できるようになるとかですね、まあ、Active Directory 離れといいますかね、そういうところは Windows の方でも全部進んできたかなという感じですね。あと地味に AMD のプロセッサーを使っている人に関しては入れ子になった仮想化、ネステッドハイパー V ですね。ネステッドハイパー V が AMD プロセッサーでも使えるようになりましたということで、結構これは恩恵を受ける方多いんじゃないでしょうかというところですね。あとブラウザがエッジになる。これもまあ結構地味にいい感じですね。いちいちね、なんかこう IE を立ち上げてなんかこう Chrome ダウンロードしてとか、新しいエッジブラウザをダウンロードしてインストールしてってこといちいちしてましたからね。そういうのしなくてよくなりますね。記憶域移行サービスとか、まあこれは前からありますけど、というところ、ストレージの修復速度が速くなりますよみたいな感じですか。記憶域スペースダイレクトの新機能ということで、ユーザーが調整可能になるということですね。記憶域の修復速度。結構ね、Azure Stack HCIOSが出てきたので、このストレージスペーシーズ系のやつとか Windows サーバーの方はどうなるんだろうって話もありましたが、まあ、この辺見るとなんか普通に Windows サーバーの方でも機能アップはし続けるみたいに見えますけどね、うん、スタンダードサーバーでの記憶域スペースによる記憶域バスキャッシュということで、まあ1台のサーバーでも、まあ、NVMe とか SSD とかと遅いハードディスクなんかを組み合わせて階層を作ってパフォーマンス上げながら容量も確保できるみたいなことが
できるみたいですね。で、SMB の圧縮と、はい、この辺が Windows サーバーの新機能として記事に出ているところですね。まあ、どうでしょうね、急いで Windows サーバー2022にしなきゃいけないっていう感じではないかなという印象は正直ありますけれども、まあ、Windows サーバーね、どんどん新しいものを使ってってもらうのがいいんじゃないでしょうか。私の検証環境はまずはちょっとゲストで1台入れてみましょうかね。はい、こちらはエバリエーションセンターです。評価版のメディアがゲットできますね。180日間評価できます。 Windows サーバー2022もう来てますね。ダウンロード ISO とかダウンロードザ VHD とかってやってコンティニューってやっていけばいけますね。あとはビジュアルスタジオサブスクリプションズの方にももう来てますね。 Windows サーバー2022ランゲージ&オプショナルフューチャーズってのがありますね。アセスメンタルデプロイメントキット、あ、これももう ADK もありますね。エンタープライズ Windows ドライバーキット for Windows サーバー2022とか、ハードウェアラブキット、ソフトウェアデベロップメントキット、Windows ドライバーキット、まあ、この辺の管理者向けのやつも出てますね。Windows サーバー2022の、まあ、日本語版にしましょうか。日本語版の DVD をゲットしていきたいと思います。こちらにダウンロードが完了しました。では早速仮想マシンに入れていってみたいと思います。新規に仮想マシンを作成しまして Win2022 にしましょうかね。はい、第2世代でいきます。起動メモリは24×16GB とかにしましょうか。これいつもね 10GB にしてほしいんですけどね。はい、で仮想ハードディスクこのままいいでしょう。でブートイメージファイルからオペレーティングシステムをインストールするで、Windows サーバー2022これですね。こちらを指定します。完了。起動します。おっと間に合いませんでしたね。停止して起動してね、ちゃんとすぐにキーボード押さないとダメですからね。さてマイクロソフトサーバーオペレーティングシステムのセットアップ2022っていうのはわからない感じですね。ここは分かりませんね。今すぐインストール、はい。まだ2022っぽいところはないですね。まあこんなもんですね。おう、マイクロソフトサーバーオペレーティングシステムのセットアップをアクティブ化する。プロダクトキーは入れておきたいと思います。ビジュアルスタジオサブスクリプションの方からキーを入手して入れました。男らしくデータセンターのグイなしで言ってもいいですけど、まあでもね、デスクトップエクスペリエンス付きで入れましょう。初回ですしね。はい、ここに入れます。はい、パスワードを入れます。入りましたね。見た感じはここまでは何も変わってないように見えますが、どうでしょうか。はい、入りましたが、パッと見この画面だけ見ると Windows 10ですって言われても違和感ない感じですね。エッジが初めから入ってるっていうのが非常にまあいい感じですね。はい、サーバーマネージャーが立ち上がって Windows アドミンセンターでやってみませんかと聞かれるのも一緒ですね。本当に Windows 2022なんでしょうか。こんな感じは何も違いありませんね。
クロパティを見てみます。はい、 Windows サーバー2022データセンター 2112 バージョンはそうですね、うん、間違いなく Windows サーバー2022ですね。でもほとんど違いがわからないレベルですね。設定、うん、なんか Windows 10みたいな感じですね。そらそうかって感じですけどね。この辺もまあ同じ感じですね。もうちょっと知らない機能があるなという感じですね。いやでもね、もう Windows も2022ですか。随分年取りましたね、私もねそんな気がしますけど、もうかなり完成されてる OS ですからね、あんまりこう大きな変化があるという感じではないという感じですね。はい、まあ普通に入りました。まあ、はい、そういうわけで、ゲストの方にですね Windows Server 2022入れてみました、まあ、これはできて当たり前ですので、次の動画ではですね、私が検証で使っているメインのサーバー、それを今 Windows Server 2019なんですけど、それを Windows Server 2019からインプレイスアップグレードでWindows Server 2022にアップグレードするということをしてみたいと思います。上で動いている仮想マシンもありますしと、まあ、ソフトとかも結構入ってますしね、そこら辺がちゃんと保たれたままアップグレードできるのかどうか、これを見てみたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。